松の大口食べ歩き。上海万博で食べ歩いている松。万博会場には各国から出展されたパビリオンがあります。建造物の外観は工夫が凝らしてあり、来場者の目を引きます。なんだろう、これブロックでできたみたいな感じね。あ、これを積み重ねていって作りましたってことか。おお。場内ではテーマパークさながらにパレードも行われています。さて、松はさらにレストランを目指します。やってきたのは中国四川料理の店。中国には八大菜系という料理の分類がありますが、四川料理もその一つ。ピリピリした辛さが特徴でもあります。これがね、チュアンペイリャンフェン、なんだろうね、ところてんみたいにも見えるけどプルプルで箸で持つとボロッと落ちるね。初めに出てきたのはリャンフェンというソースたっぷりのこちら。いける。あの、はじめスイーツみたいにも見えるんだけど、そうじゃなくてそぼろがかかって、このプルプルのは何に例えればいいかな。味はほとんどないんだけどね。いや、団子でも餅でもないんだよね。リャンフェンは緑豆で作られているとのことで、独特のプルプルした食感があります。いや、あのローポーのあのローポー顔みたいな食感にも近いと思う。まあ冷たいんだけどね、ひんやりはしてるんだけど、あのスルッと入っていくね。でこの辛い、このラージャー、あのマーラーのね、これが効いてる。続いてはシャンラーシャー。ご覧ください、この赤みがかったエビ。見るからに辛そうな一品。これがね、シャンラーシャこの豪快さがいいんだよね。うん、かなり香ばしいね。口に入れた瞬間ね、まあ中華料理の、まあ中華料理というか四川料理のね、あの醍醐味じゃない、この香ばしさと辛さね。まあ、辛さもあのだんだん辛くなっていくような感じだけど、嫌な辛さじゃないんだよね。本場の四川料理は確かに辛いんですが、その辛さが爽やかなんです。エビのシャリシャリ感とね。で、あの今万博に来てるんだけど、万博っていうのは、まあ、世界中の料理もそうなんだけど、中国からも名店が集まってくるんだよね。だからこれも結構あの、まあ、中国大陸では有名な店らしいんだけど、こういうのが味わえるっていうのは、まあ、嬉しいは嬉しいね。だからそういう意味では何日かかけてこう来て巡るっていうのもいいかもなと思う。そしてこの店のおしまいは四川料理の代表格ともいえる麻婆豆腐。これがね、メインイベントだよね、麻婆豆腐。やっぱこの麻婆豆腐の写真だとかね、あの四川料理の看板に書いてあると、もうちょっとたまらないね、思わず入ってしまうね。いや、熱いんだけど、いや、うまい。北京でもあの麻婆豆腐食べたけど、その時も美味しかったけど、やっぱ辛いは辛いんだけど、日本ではちょっとありえないぐらい辛いんだけど、でもね、こうやっぱうまさを感じるんだよね、ただ辛いだけじゃなくてね。
確かに日本では寄りつく人が少ないほど辛いかもしれません。この味付けとね、このちょうどいいこう豆腐のプルプル感とコクがあるんだよね、辛さの中で。だんだんやっぱ効いてくるんだけど、これもう白ご飯あったらもうやめられない。さて、まず食べてばかりいないでパビリオンに入ってみることにしましょう。やってきたのは太平洋の島々で構成するパシフィック館。一つ言えるのは涼しいね。それ以外ないのか。あとこんなの。こういうのね。あ、これ。ああ、こういう。あ、これいいね。こうやって子供で写真撮るっていう。各島が持ち寄った細工が多く並んでいます。大きいね、メインなものがあるわけじゃなくて、なんか観光物産展みたいな、この島の写真とかね、で、土産物とかそういうのがあるね。好きな人は好きかもしれません。なんかあのパビリオンは行列がすごいし、で人ももう中国の人ばっかりだと思うんだけど、なんかあの展示を見に来てるのか人を見に来てるのかよくわからなくなってくるね。とにかく歩けば歩くだけ人がどんどんいっぱいいるっていう感じね。さて、次に食べるのはこの行列ができている店。ニュースでもよく出てくるギリシャの料理。はじめにピザからいただきます。これがね、ギリシャ風の、まあ、ピザだよね。ギリシャ料理、まあでも活気があってね、まあ、ギリシャいろいろニュースでもね話題になってるけど。チーズが特別まろやかだね。味はきつくないんだよ。しっとりとしてるチーズがもう口に入れた瞬間びっくりする。ちょっとギリシャのチーズもまた有名とのこと。うん、おお、なんかやっぱチーズの食感ですごくあっさりした感じあるね。なんかこうボリュームってか重たくないからどんどん口に入るね。あっさりと食べられるピザにひたすらかぶりつく松でした。続いてはスイーツ。これがね、ターミーって言ったね。ターミーなんだろうな、米なんだよね。でスイーツ風に見えるんだけど、持つとこれ結構あったかい。あ、米とね、シナモンで、なんだろう、これ冷たい、はっきり冷たい方がいいね。ちょっとぬるいんだよね。ちょっと甘めな感じね。複雑な表情をした松。米とシナモンの組み合わせは松にとっては初めて。あ、米の粘り気と、まあ、シナモンがマッチしてるかなって感じだけどね。ちょっとなんかこうなんかどっちともつかないような感じあるね。まあこれ自身はまあ新食感というかね、ちょっと新しい新鮮な感じあるんだけどね。
松、この後も万博会場でひたすら食べ続けます。